はい皆さんこんにちは。レクセン人講師の佐々木ひろみです。本日は2022年向け司法試験の初受験生の直前期、直前期4号6月ですね、えー。こちらの学習法について、えー、アドバイスをさせていただきます。でまずですね、あのー、この直前期の学習をあの基本的にレッ の講座受講されている方であれば直前期にはあの当練、当案練習会ですねテストもしくはあのおよび公開もし両方ともついてるんですがただ、まあ、ちょっと独学で勉強されている方もいらっしゃると思いますのであのまず一般的なあの、ね、直前期の過ごし方そして勉強法さらには確実にもう一発合格目指していただきたいのでそこでしっかり力を上げていくための勉強法についてお話を進めてまいります。 でまずですね、えー、直前期に関してはあの具体的に勉強方法をですね、えー、どうやってやっていくのかなんですがあのまあ,あ一応ですね三、えー、月ぐらいまでインプットをされてきたと思うんですよで、えー、一般的には四五六月に関しては問題演習中心に進めていくことこちらをお勧めいたしますもちろんですね例えばその三月ぐらいまで講義受けて復習してましたまあ過去問演習はやってきたとしてもただまだまだあね三、えー、月末及びは四月 の段階で、えー、あの本試験レベルまで上がってるかっていうと、現実にはあそうじゃないことも多いと思うんですよ。で、えー、なのでちょっとあの4月、5月、6月に分けて、えー、月末学習法という形で、えー、お話を進めていこうかなと思いますが、で一応レックの直前期の問題演習に関しては。 あのね、えー、15か月合格コースだとかそして新日全日英文講座だとかそういったあの講座パックになっている講座であればあ4月には生鮮透明ファイナル編というものがありますがこちらに関してはあのファイナル編あの4月と5月このブルーの部分ですねに1回から4回目と5回から8回目までありますがで、あのー、まずこのファイナル編は奇数回が午前の部そして偶数回が午後の部黄試験のね そして午前の部奇数回の午後午前の部であったとしてもそこには記述問題いてきますなので午前の部が本試験だと択一のみで35問そして午後の部は択一記述で3時間午前の部が本来だったら本試験だと2時間そして午後の部は記述込みで3時間となっていますがただ奇数回ですね135そして7。 えー、その回も、えー、午前の部ではあるけれども、えー、記述もお、ねえー、解く形になります。ただあの、ね、ぶっ通して解くのではなくて、えー、午前の部に関しては1357回に関しては択一、えー、35問5本試験と同じ2時間で解いていただいてその後、えー、一応タイムスケジュールとしては10分休憩挟んで、えーね、その後記述をお、ねえー、不等法小等法2問まとめて110分で解いていただくと、まあ、あのとにかくですね記述直前期は、えー、できるだけ多くの記述問題を提起 的ににコンンスタントに解いていてくこれも必要となってきますので毎週毎週記述問題を新作問題で音試験レベルの問題を解くとでこれが必要な問題演習になってきますのでこの「ファイナル」から毎週毎週記述問題も解いていただけるというところになります。 で特にですね、四、えー、月の間に関してはあのまだまださっきも言ったようにいいねあの講義終わったばっかりで、えー、まあ全部うまだあねあのー、やり込めてないというところがあると思いますので、えー、まあちょっとそのことも含めて四月の勉強法を後でご、えー、説明していきます。でそしてまあざっくりちょっとね四五六の全体像を見ますと五、えー、月の頭と言いますかあの一応ですねスケジュール的にはですねえー、っと四月二十九、三十そして五月一日 金土日のいずれかで、えー、全国公開模試こちらあ第1回目ですね。 それを受けていいただくという形になりますで、えー、これはの通信でも通学でもあの、ねえー、講義自体は通信、えー、だったけれども「えー、もし」だけ通学とかいう感じでお申し込みされてる方もいると思いますが、えー、特にこの全国公開模試に関してはファイナルが午前午後各週で別々に解くのに対して、えー、もう本番さながら1日ぶっ通して本試験と同じ時間帯で朝9時半からスタートして午前の部2時間そして1時間半休憩あって午後の部1時から4時までという形で まあ本試験と同じ時間間隔で解いていただくというものになります。そして5月に入ったら5、6、7、8とおねまたあ奇数回午前、の部、偶数回午後の部こちらも毎回記述込みという形になってきます。で。 あとは6月に入りますと、えー、6月、ですね、えーまあ、あの第2回目の全国公開模試これ日程的には6月3日、4日、5日金、土、日のいずれかの日程で受けていただくとそして、えー、今度、全国スーパー公開模試に関しては、えー、6月、まあ、あの10、11、12の週とそして、えー、第2回目が6月17、18、19の週ですね。ねこちらでで、まあ、なので6月に関しては、えー、3週連続公開模試と いう状況ですで全国公開模試もスーパー公開模試も,しも、えー、別にスーパーがついてるから難易度が高いとかいうわけではないので、えー、どちらとも本試験レベルとお特にこのオレンジ色の全国公開模試と全国スーパー公開模試、えー、どちらも本試験レベルとそして、えー、本試験と同じ時間帯で問題解いていくというものになってきます。 まあなのであの、まあ、イメージ的には、えー、徐々に徐々に問題あの、ねえー、自分の実力もそうだし、えー、時間的な感覚も本試験に合わせていくとで、えー、7月にこう本試験という状況になってきます。 一応ね、456でこのようなか形で進めていくんですがあではちょっとね、まず卓一一応です、ねあのー、進めるにあたって目標設定これをしておいた方が良いと思いますので、えー、卓全、ねえー、まず4月の点数目標といたしましては目標、一応25問取りたいなこれは午前も午後も。 でえー、これを掲げて頑張っていただきたいでこれね最終的には6月は、えー、目標30問、えーまあ、30の壁を超えたいと。 いずれは、ね、ゆくゆくは30の壁を越えたいという形で進めていくんですがただ4月の段階では先ほども申しましたようにまだそこまで上げきれてないと思いますのでまだまだ4月の段階は3月ぐらいまで講義受けてきてそしてしばらく離れている科目だとかもたくさんあると思うので,でそういった意味で知識を回復するしばらくぶりに解く過去問だとかもあると思うんです。でそししてて、まあ、全部通して受,けた受けたから こそ今だからあ、ねえーあの、ちょっとこの辺りをもっと強化したい、ね、例えば、ね、え不動産投機の仮処分あたりが結構苦手でむしろほったらかしになってるけれども、えー、民事訴訟だとか民事保全だとかその辺り済んだ今あなだったらつなげられるとかいった部分ですね。 弱点を強化するそしてえるそういったものも、えー、4月中にもうね、えー、当連始まっておりますが直前期の当連始まっておりますが、えー、特に、えー、そういったものを意識してですから4月中はまだまだ合格点取れない方っていうのも結構多いとは思います。 でえー、取れなかったとしても、ねえー、ゆくゆくは30を目標にしたいけれども、えー、一応通過点として、えー、25問が取れてれば順調逆に25問取れなかったとしてもじゃあどこが足りなくて、えーねあのー、どこを落としてるのかっていうところこの辺りを意識して進めていただきたい、えー、5月に関してはもうちょいレベル上げて、えー、5月、ね、ファイナルだとか受ける時も一応もうちょい上げて28ぐらいいきたいなと。 で、えー、ただあくまでも目標などで、えー、届かなかったとしてもおそこは分析をしていく必要があるかと思いますで、えー、どこの正答率があね、えー、あの低いのかとかで、えー、この科目に関してはある程度安定的に取れてくるとかそういった傾向が自身の傾向を見えてくると思いますでそれに応じてまああのね知識を拡充するもちろんね、えー、まああの苦手科目があるならばそれはまだまだあね強化するというものを実施しなきゃいけませんがある程度取れてきた取れてきたので。 あれば例えばその「トーレン」だとかで新作問題解く形になりますので、えー、過去問だとかだと今までぐるぐる何とか解いたことのある問題これに対して「トーレン」だと新しい問題そして最近の傾向を含んだ問題ですね,、えー、ねあのそれを解いていくという形になりますから「トーレン」アウトプットを通じて知識を広げていくとでそして演習力を強化するとこの「演習力」という部分なんですが。 解いて引っかかって自分の引っかかりパターンだとかっていうのは見えてくると思いますで、そしてまたあのそうですね、えー、例えば初めて見る問題にぶち当たぶち当たったときに例えば室内者は何を問おうとしているのかこれは何を論点としているのか室内者の意向を汲む形で問題を解いていくまあ考えて答えを出すということも現場のね当連現場でそれは身につけていただきたいものといたしまして演習力を強化するでさらに さらにそういったものを経て6月にはもっとレベルを上げて目標30の壁を6月にはちょっと超えたいというところを一応点数目標として行っていくと。でただこの6月に関しては知識を拡充というよりも今あるあやふやな知識例えばあのそうですね過去問でも当連でも。 まああの例えば足の組み合わせ、まあ、少々試験ってです、ね、結構お、ねえー、多くが2、あのーまあ、択、です、あのー、組み合わせ問題ですよね。 組み合わせ問題ということになってきますと分からない足があったとしてもお、ねえー、一応組み合わせで答え出せてしまうという問題あると思いますが、えー、ただそこで,です、ねえー、そこで迷ったけれども迷ってこれを選んだもしくは迷ってこれを落としたというものがあればそこをがっちり固めていくつまり5月のように、えー、知識を増やすという学習ではなくて、えー、6月は増やすという方向よりもがっちり守ると。 新しい話で解説読んでちょっとこれ難しいなと思ったならばその時期に関してはむしろばっさり捨てちゃっても構いませんので今あるなんとなくの知識をがっちり守るそして6月に関してはしっかり過去まを制覇すると。 いう感じですですから、まあ、一応ですねこれまで、えー、科目によってどのぐらい過去問解いてきたのか結構科目によっても違ってくると思うんですがで、えー、4月の段階では過去問中心で、えー、ある程度、ね、知識回復するしばらくぶりに解く過去問もあると思いますただ、えーまあ、あのこれもですね25問ぐらい取れてる状況の方であればある程度過去問ってですね、えーまあ、あの答ええーまあ、なんとなく問題見たら答えがあ、ね、あの見えてきたと、まあ、問題自体 覚えちゃってるという傾向の方もあると思いますので、まあ,あそこまでできるあの3月4月ぐらいで目指していただきたいんですが、でそうすると4月途中ぐらいから一旦過去問離れちゃって構いません。で4月中旬ぐらいから5月あたりっていうのは今までのチェックテストだったり、その4月だとか5月の当連の問題、それをぐるぐる繰り返すで、そして6月上旬ぐらいまでねそこでちあの当連問題中心進めていって最後 6月過去問に戻るという感じです。ではもうちょっとね、えー、記述に関してを見ていきましょう。で、えー、記述に関してちょっとね、えー、あのー、この上に数学受験の方は答案撮影と書いていましたが、あのどういうことかっていうと。 あの今までもですね通学で例えば記述解放ベースアップだとか受けられてきた方、当音で提出しますよね、えー、提出する、でただ、ですね、あのー、特に、えー、この直前期に関しては、これあの、合格レベルの方も皆さんそうなんですが、あのーまあ、下書きだとか、あで、えー、そういった要は控えを取っておく暇っていうのが、まず基本ないんですよ、これ、本試験でもそうなんですね。 結構時間ギリギリリです、えー、となりますと、えー、答案で提出してしまうので、えー、自己採点しようにしてもあれ自分何がったかなった。 書いたっけなというのがあ抜けてしまううと思うので,で、えー、なので、あのー、これ本試験では絶対できないんですが、あのー、会場受験、えー、通学受験というの,はあのレクで会場で受けられる方はあのー、提出前にその場で、あのー、時間中に、あのー、スマホを出すのはダメなんですが、あのー、終わった直後にスマホ提出前に、あのーねえー、答案をそのままあスマホかなんかで写真撮ってもらって。 でそううすすするとと復習しやすいと思うんですね、えー、自分がどういう答案を書いたのかで書、えー、けた書けてないという答えを見れば分かると思うんですがあただ意外に思わぬミスをしておれをしていることもあると思いますので,であの一応です、ね、採点済みの答案があ、ね、あのネット上にアップされてマイページで確認をするという形になりますが、えー、ただあのそ,うです、ね、それまでちょっとね,ね12週間時間タイムラグありますので。 えー、そうするとお、まあ、あの復習のためにまずう、ね、提出直前に、えー、あの本試験をあの時間終わった直後に、えー、あの演習時間終わった直後に、えー、答案撮影してからあ提出するうことをお勧めします。でそして 4月5月に関しては特に記述これは時間間隔を養うというところで特に4月に関しては多分時間間に合わないと思うんですよ。で間に合わない方はほとんどです。もちろん、えー、ねあの時間内に収められるという状況であればそれは素晴らしいことなんですがただあの4月5月に4月特に4月によくういただくご相談が全然もう時間内に終わらないんですけどどうしましょうと。でこれはまあ皆さんそうなんですよ。で先ほども言ったように毎週毎週週1回 問題演習していくとだん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 時間、えー、短縮できますのでですからあのまずね、えー、間に合わなかったとしてもそこはいちいち焦らなくて結構です。ただあ、ねえーまあ、あの特ににでですね、えー、復習時にで えー、無駄なあ例えばあのね演習時間中に無駄な作業はしていなかったかとかあここをもうちょっとメモの取り方工夫すればあ時間は短縮図れるだとかで、えー、いうような形で、えー、まああの特にですねミスってもいいですむしろここはあミスこそ次に生かしてくださいで、えー、なので、えー、ミスると特に不動産登記とかで枠ずれすると結構めちゃめちゃ凹むと思うんですがあミスってもいいんですで、えー、ただそれをミスを次につなげるという形で、えー、ねあのたくさんの問題 これを繰り返し解くということをお勧めしますなので、えー、あの解きっぱなしにしないで2回3回繰り返し練習これをしてください、えー、さらにひな形暗記ですね、えー、演習通じてまだまだ,だなと思ったらあならばあひな形を固めるという作業ですね そして、えー、6月になったら安定的に、えー、25点不等法25点、えー、小等法25点これを取れることを目指していただきたいんですね。で、えー、記述の満点でいうと35点満点なんですがただ35点満点目指すんじゃないですよ記述に関しては、ねえー、安定的に25点、えー、というのは18点ぐらいの時があるけれどもでも30点ぐらい取,る取れる時があるんですよりは安定的に25点取れる方が 本試験では、これは本試験では合格見込みが出てくると。ねえー、だって、十八時はギリギリも十五、十五ぐらいしか取れません。本試験でその悪い回に当たってしまいました。よりは、安定的に二十五点取れれば、本試験の記述の基準点です、ね、す、え、ね、ー、だいたいそうですね、三十五点前後なんですよ。 点点点満点中35点前後。そうすると安定的に25点取れるということを目指していくと、えー、仮に2020 20だったとしても試験圏20 2020だったとしても、えー基,準えー、基準点はまあクリアできるだろうと、えー、25点25点取れればあもう余裕でクリアできるというところで。 特にこれから進めるにあたって、えー、まあ学習スタ,ンス,スタンスとしては卓越は攻め記述は守りという形で進めていくとですから記述に関しては細かなミスよりは大型失点につながるようなミスを減らしていくということを心がけて進めていきましょう。 では続きまして4月の学習法です。4月は手薄な分野を強化するというところとそして知識を回復する先ほど申しましたように講義終わったばっかりでという状況だと思いますので例えば民法の総則あたりは大丈夫物件の途中ぐらいまでは大,大丈夫だけれども物件の後半ぐらいからちょっとやばいかもとだったらそのあたりを通読する。もしくは 分野をピンポイントで読んでいくというところですね。 あとはあ結構保留になってた箇所もあると思いますでそ,その辺りの通読そして合わせて過去問演習これをしていただきたいかなと思いますで、えー、そして当連スケジュールに合わせて取り組む2週間ワンサイクルとありますが、えー、特に、えーあのね、4月に関してはファイナル編、えー、これがあね、えー、午前科目午後半科目って学習で進んでいきますから、えー、それに合わせてですから今週末が、えー、午前の部っていう時にはあ、ね、例えば民法とか会社法だとかあ刑法だとかで それの例えば刑法の財産罪を今週はやろうとかあの全案を全部触っていくというのは現実無理なので。 えーね、なので当連スケジュールに合わせてその週末に午前の部なのか午後の部なのかあに合わせて触っていいいくもの,を触あの決めればよいかなと思いますそして「丸3万○○」で時間間隔を養うというところで、えー、おそらく時間いっぱいあのいっぱいいっぱいになると思うんですが、ねえーあのね、間に合わなかった場合にはどのあたりですね、えー、あの時間的なものっていうのを、ね、それも合わせて特に午後の部で言うと、えー、午後の部はあ、まあ、一般的にはですね、えー卓 10分ぐら想えすそうすると択一から解き始めて択一で1時間なんか20分ぐらいかかっちゃったんだけど1時間30分ぐらいかかっちゃったんだけどといった場合においては特に午後の部でいうと択一全足検討している時間は最初の頃ないと思いますのでこれ合格者でも全足検討しない方っていうのは本試験現場でも多いんですね。まあ、なのでそういった意味で時間間隔を養うというところで最初はいっぱいミスっても構いませんのでそのミスを次につなげると。 いう学習これを心がけていきましょうで続きまして5月なんですが5月は先ほども言ったように知識を拡充するというところただあ4月よりはテキストの読み込みというものはあじわじわと減ってくるできるだけ多くの問題を解いていただきたいので、えー、テキストはピンポイントで戻る程度おでピンポイントで戻る例えばあ問題解いてあれどうだったっけなあの話となんかね混在している知識の中で混乱しているそういったものをお確認のために戻ると。 で、えー、いう形で、えーまあ、読み込みよりはじわじわと問題演習量を増やしたいんですよ。おなので大体、えー、いいそうですね感覚的には4月が読み込みと問題演習量でいうと大体46か37ぐらいで問題演習を多めにしたい5月でいうと37から28ぐらいで問題演習の量を増やしたい時間的にね。 でそして、えー、当連スケジュールに合わせて取り組む2週間ワンサイクルというところは、えー、こちら4月と同じです。そして、3番点数よりも間違いの質というところなんですが先ほどね、でも、目標向かうにあたっては点数目標を設定したいんですよ。だだだけれどももたた何,何,何問だったのかよりも 取れたたはずの問題を落としたなぜ落としたのかあもしくは「取れてるんだけど、えー、一応ね点数的には取れてると言っても2択で、えー、ね、えー、かろうじて取れたんだ」だったらこれ、えー、場合によっては組み方変えられると落としちゃったかもしれない問題そこをがっちり守るといった意味においてはあやふやなものを潰していきたい。 というところで、えー、一応組み合わせに助けられて正解はできたけれども足レベルで知られないものがあったこういったものは積極的に取り組んで、えー、取り込んでいきたい と、えー、というところで点数気にして、えーね、あのどうしようどうしようというよりは、えー、すべきことはそこではない、えー、点数よりも間違いの質ですね、えー、そこに目を当てていただきたい取れたはずの問題でもそこに安心するのではなくて場合によっては迷って取れたあといったものはあ、まあ、まだまだあやふやな知識ですからそれを取り込んでいこうという形で学習を進めていこう。 で、えー、丸4番「過去問の取り組み方」なんですが、えー、先ほども言ったようにもうぼちぼち過去問答え覚えちゃってるんですといったものに関してはあ若干過去問はフェードアウトしても、えー、一旦離れていいです6月にまた戻りますからでそして、えー、特に5月はあ、ね、4月5月のファイナルだとか5月頭の公開もし、えー、もしくはあ、ね、チェックテストだとかそういったものの解き直しこちらをメインに進めていくことをお勧めします。 で続きまして6月なんですが、えー、6月もうね、えー、ずっと3週連続で「もし」いいなっておりますがで前半に関してはあ4月5月の当連だとか「もし」の時直しいでいいです。で、えー、そして、えーまあ、しばらく過去問離れちゃっていいですと言いましたがあの5月ぐらいあ,のある程度覚えちゃった方ね覚えちゃった方はあ5月中過去問も離れたと思いますが6月の後半ですねそこは過去問に戻ってほしいんですよ。まああ,ねえー、ある程度月月月ぐらいで4月5月上旬ぐららいいでで上旬過去問答えを覚えをま ちゃってるんですとこういった状況をだいたい1ヶ月ぐらい離れて、えー、若干過去も離れるとちょっと抜けると思いますが最後の最後はやっぱ過去もに戻ってほしいんです。 とというところでああのまあ、あ6月に関してはあ読み込みと問題演習の量でいうと28か19ぐらいで問題演習をめ徹底的に問題演習量を上げていく、えー、問題演習量を上げていくことによって間違って覚えるという形ですね。でそして6月も、まあ、本試験近くなってきたというところで結構せっぽ詰まっちゃってると思うんですよ。ね、えー、そうするとお集中できないたか例えば頭の中から回ってしまってということもあると思いますが、えー、集中できない時間違いが減らない時き、えー、や やってもやっても間違い減らないといった場合は、あもうあのね、解いてダメならあ間違いノートと。この間違いノートというのは何も綺麗にまとめるということをしなくていいんですよね。あのどうしても集中できないとき、解いてダメならもうあとは書いて覚えると。 ただ、書いて覚えるものを量増やそうとするとやっぱその分時間食ってしまいますので、えー、もうよっぽどのものに関してあと何やっても問題解いてても,もう全然頭が集中入ってこないといった場合には作業的に、えーもうあのー、例えば問題解いて間違った間違ったならば解説部分に書いてあることを例えばコンパクトに12行でギュッとまとめて書いてみる。 そそううすするるるとととこののの問題の論点は何なのかそしてて書いいい覚えるという効果もあると思いますと、えー、ただこの間違いノートっていうのはそれほど多く作るものはあ、ねよあのーね、しなくていいですで。で問題演習してて集中できるんだったら別にこの作業をしなくていいんですが、えー、特に6月もうテンパってしまって集中できないという方も多くいらっしゃいますのでそうすると解いてダメなら読んでダメなら多分その時も読み込みは頭入ってこないと思いますので書いて覚えると最後の最後間違いノートと。 こういうものですね。やってみることをお勧めします。で、そして、まあ、最後にとありますが。 で特に、まあ、毎週毎週点数突きつけられるので、えー、本当にメンタルきつくなってくると思います。えー、で、えー、点数に振り回されることなく間違いを通じて知識獲得できれば OK なんですよ。えー、むしろここで間違っちゃってよかったと、えー、ここで気づけてよかったというぐらいのズうしさあーこれが必要になってきます。えー、一発合格者本試験当日朝まで伸びまですとおありますがで、えー、特にですね、えー、過去の一発合格者あ聞いてても4月中に例えば「あね過去いました。 4月中に20問20問午前午後20問20問いかなかったという方でも4月5月6月通じてぐっと右肩上がりで成績伸びていったという方も本当にいらっしゃるんですよ。 えそうすると4月中に、えーね、目標点数25問だとしても全然20いってなかったとしてもお、ねえー、諦めずに、えー、でもここで間違えてよかった何が何でも一発合格するんだという気持ちですね。で、えーね、本試験当日朝まで、えー、結構5月6月のお右肩上がりの成績の飛躍これ一発合格者あ、ね、特有の傾向なので4月5月に点数、ねえー、ついてこなかったとしてもお諦めずに、えーねえー、食らいついてください。 くださいそして6月の公開模試で、えー、それでも点数取れなかったあとしてもお、ね、最後の2週間で劇的に伸びたあ過去の一発合格者で、えーねあのえー、トーレンで ABC です、ね A B C D、E 判定そして公開模試だと合格判定 S 判定 SABC で E というのがあるんですがで今まで D とか e, e しか見たことありませんでしたという方でも一発合格された方本当にいらっしゃるんですね。 ですから点数だとか判定に振り回されることなくこれまでの努力を信じて頑張っていただければと思いますので是非ですね今までの努力ですねこれをねしっかり結果につなげていただきたい頑張っていただきたいかなと思います。それでは皆ささんラストストトパート頑張ってください